ちは。はい、こんにちは。トロピカルガーデンです。はい。はい、あ、本当に1年あっという間に終わってしまいそう。ね、今日28日。うん。あっという間だったね。あっという間だね。本当になんかもう今年はもうあっという間すぎてびっくり。うん。ね、うん、なんかもう今年は夏もね、多肉、こう多肉好きさんがすごく増えてくれて、うん、夏からね、ぐーっと。いろんな新しいお客様ともまた出会えて、うん、すごく本当に充実した1年でした、はい、毎日なんかこう、こうあと残り何日も毎日同じようなこと言っちゃうかもしれないけど、うん、本当にありがとうございました、はい、たくさん本当にね、なんかもうまた違ったお客様と出会えたこともなんかね、うん、すごくいい勉強になったし、いいきっかけになったし、うん、すごく自分の成長にもなりました。はい、ありがとうございます。毎日ちょっと言い続けるけどよろしくお願いします、はい、で今日は30日お疲れ様会の時に販売させてもらいたい苗をちょっと紹介させてもらいます、はい、今回ね、うん、まだあっちにもあるんだけどこっちにもあるんだけど、うん、ちょっとルノーディーンが可愛いのでルノーディーン、はい、ね、でネットショップの方も、うん、あの30日頃から、うん、あのどんどん公開していきます、うん、はい、どんどん商品追加していきます。追加していきます、はい、はい、ルノーディーン、ちょっと待って、蒸気が落ちた、はい、蒸気じゃなくて鉢でもいいかな、うん、6センチポットと比較で、うん、でルノーディーン、ちょっと小さめのサイズで見せます、はい、こんな感じです。ちょっと小ぶりです、うん、小ぶりだけどお値段もお手頃です、はい、ね、今回ちょっとお正月用って感じで、ちょっとなんか可愛くない、うん、そうだね、うん、ちょうど可愛いサイズで、うん、ね、正月に似合う色だね、うん、そう、なんだろう、門松とかになってたら綺麗だね。そう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 、ね、なんか多肉で門松作りたいんだよね、うん、作りたいね、今度やろうよ、うん、ね、うん、こんな感じで6センチポットと比較するとこんな感じです、うん、裏側も全然綺麗です、みんな苗が、ハウスの方置いとけばできそうだね、うん、そうだね、うん、ね、すごいちょっとピンクに紅葉しててちょっと可愛い、うん、ね、そんな感じです、はい、でクリスペットビューティーもたくさんあるので、まだ向こうのハウスにもたくさんあるのでよかったらどうぞ、はい、こんな感じで3頭になってます、はい、ね、6センチポットとの比較でこんな感じです、はい、でこの辺は前からあった苗なんだけど、うん、ネットショップで出てないものもまだ普通にちゃんとあります、うん、でこっちはいいの？もうこの間ね。こっちはね、前回とあったこれ2匹系とか、うん、ね、ナツキヨの2匹とプリトニスの2匹とか、うん、あと紫スヨンとかビヨンセもあります。ビヨンドって言っちゃいそうな人。ピンクベラの2匹もあるし、クレオパトラもあります。はい。はい。シャングリラとかね、その辺もあるので。はい。で、今回、かわいいのがいっぱい。はい。入荷してるので、これまず1個目、はい、レインボーシャーロット。前もね、前もあった、レインボーシャーロット。ちょっと、あんまり大きくないので見せます。こんな感じです。はい、ね、結構しっかりしてる。うん、あのレインボーシャーロット、すごく、うん、オレンジ色に可愛く紅葉するので、ね、すごく黄色系、オレンジ系が好きな方はすごくおすすめです。はい。はい、で、次がこれがムーロン。これね、ちょっと自分でも欲しいなと思って、なんかね、うん、ムーランって初？ムーラン前もあった、あったよね、そう、なんかこんなに可愛いんだと思って、うん、ムーラン前もあったんだよね、聞き覚えがあるもん、うん、ね、こんな感じで、うん、なんだろうな、なんか顔ピンクが結構濃いとことか、まだこれなんか紅葉が全然してないだけど、濃いやつはもう結構濃く色づいてます、うん、で大体みんな 2,3 頭になってます、ムーランね、うん、で次がこれがシエロ、シエロもなんかトリマネシスとコロラータとかリンゼアナを混ぜたようなすごくシャープな感じで可愛いです、うん、はい、シエロみんなね6センチポットでちょうどいいぐらいの大きさかな、うん、ね、で次がこれがアイスローズ、アイスローズこれすごい可愛いんだけど、こうなんかおしとやか系な感じがすごく可愛くない、うん、ね、すごく繊細そうな感じのエケベリアです、おしとやか系って、おしとやか系じゃない、なんか分かる、分かるんだけど表現がすごい、ね、お嬢様系のエケベリアって感じ、うん、なんかこのエレガンスとかヒアリノとかの清月とかね、うん、淡いピンクの優しい感じの
品種です、種類です、はい、で次がこれか、これも開けた瞬間うわってなった、うん、ロザリナ、ロザリナね、うん、すごい可愛い。これね、中心が結構紫色に、ね、変わってきます、うん、もっと色がついてきます、はい、外側はこんな感じ、すごく可愛い。前もあったよね、ちょっと前もね、ロザリナね、うん、すごく可愛いのでおすすめです、はい、で、ファントムオブピンク、まず前さ、うん、ピンクファントムってあったよね、うん、ピンクファントムとは全く別物です、はい、ファントムオブピンク、すごく肉厚でコロンとした感じ。これもまあみんな2頭になってます、はい、2頭から3頭のものもあるかな、ね、うん、ネットショップでお送りするものは均一で2頭でお送りさせていただきます。はい、はい、でまだプレミアムコロラータもちょっとだけあって、うん、シャビアナアセンションもちょっとあります、はい、で次ブラックベア、これね毎回入荷するたびに大人気で、うん、すぐ瞬殺でなくなってしまう品種です。すごい綺麗、なんかね紫なんだけど粉吹いた紫ですごい綺麗な、わかる？中心もなんかちょっと濃くて、紫系ってこの中心が濃くなってかっこいいよね、うん、でなんかちょっと柔らかい感じ、キュッキュしてない感じです、はい、はい、で次がモンローシャネル、さっきのレインボーシャーロットにちょっと似てるんだけど、うん、あこっちはね赤い爪が結構目立ちます、ツン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 、うん、ね、でオレンジ系っていうよりもこっちの方が赤みが強く感じます、今見た感じね、うん、モンローシャネルです。で次がブラックテトラ、はい、こんな感じ、ちょっと小ぶりな感じなんだけどすごく可愛い、うん、色が濃くてね紫系です、はい、ブラックテトラか、なんかお魚みたいで可愛いね、うん、テトラすごい可愛くない、うん、ちょっとそれ欲しい、紫大好きなんで。でレッドベルベット、すごい中心がほら、うん、この中心の感じ、ベベ、ね、うん、すごい綺麗、多分持っていらっしゃる方こういう風になってくると思うので、うん、だんだんね、ちょっと前のはまだこんなになってなかったから、うん、すごく綺麗になってきました。で次デルル、これね昔韓国内まだ輸入したての時にデルルって結構あったんだけど、うん、しばらく見なくて、エレンベルギー×ラウイなんだけど、うん、すごい可愛い、これ今自分でも持ってるんだけど、うん、そんなに巨大化しません、うん、これより一回り大きくなるぐらいで止まって子供をどんどん吹いていきます。でやデレンベルギーとラウイなんでちょうどいいとこ、うん、デレンベルギーに肉を厚くさせてラウイをかけた時の独特の紫みが出てくるんだよ、うんうん、すごい可愛いの で、うん、でお値段もねお手軽です、これはお手頃な価格なので育てやすいのでぜひおすすめです、これは、はい、はい、で次がこれグレーローサ、この間もあったんだけどすっごい人気ですぐなくなっちゃったので今回はちょっと多めに入ってます、はい、すごい綺麗だよ、ほら繊細な感じだよね、爪が黒くて肌はグレーで、うん、グレーローサが合ってる名前だよね、うん、すごい可愛いです。で次がブラックベアにさっきのにちょっと似てるんだけどダークチョコレート、うん、でも違う ね、青みが少ないね、こっちの方がすごいね、これダークチョコレート、巨大なダークチョコレート育ったのがいるんだけどこんな感じです、水を吸って今水が抜けてない状態で薄くなってるんだけど、うん、こんな感じで育っていきます。すごい可愛いよこれ、いい子に育つ、育ちがいいです、すごく、うん、変に巨大化もしないしゆっくりゆっくり育ってくれるので育てやすいです。こっちはあ、まだかやってないね、うん、こっちからでいい、うん、で次がこれがブラックスワン、ブラックスワンちょっと大きめです、すごいね、こんな感じ、うん、すごく可愛い、なんか赤、独特しいね、ちょっとね、かっこいいよね、うんうん、ブラックスワン、これも何回か販売させてもらってます。これ前からあったよ、ちょっとそれ前からあったよ、可愛いよね、それね、アルベージュある、うん、これね、すぐ在庫切れになっちゃったと思う、ネットショップで、すごい可愛いで、ポロネーズ、すごいね、赤ずが多くて、すごい可愛いんだよ、さ、うん、トロピカルガーデンのちゃんの音楽の時に出てくるホワイトタキスパにちょっと似てる、ちょっと似てるね、うん、ちょっと外葉がこうグイッときてるけどね、うん、ちょっと、うん、ちょっと可愛い、これミニマっぽい感じで、うん、でかいけどね、うん、6センチポットで比較でこんな感じです、うん、ね、で次がこれちょっと名前変えしちゃいました、琥珀、
すごい可愛い。赤がすごい綺麗、うん、ね。琥珀が、石の琥珀が大好きだから、うん、天然石のね、うん、ちょっと名前が言い合いました可愛くて、なんか揃っててもすごい可愛いよ、うん、ね、琥珀です。はい、で次がシャキの、シャキの前も販売させてもらったんだけど、うん、ウォーターマークがこれすっごい綺麗に出るの、うん、ほら、トリマネンシスとチワワを混ぜたような品種です。はい、すっごい可愛い、可愛くない？うん、がね、ウォーターマークってこの葉が展開するときに前に閉じてた葉っぱの跡が白く粉の部分で出てくるんだよね、うん、それがこの成長していくとどんどん綺麗にこのマークが出ていくので、上手に育てるとこれがはっきり出ます。はい、でウォーターマークを上手に出すポイントは水の加減、うん、上げすぎずに日にしっかり当てるとすっごい綺麗に出ます。うん、そういう風にして育ててみてください。それがやっぱね、うん、綺麗に出せるのがね、一つの楽しみだよね。そう、すごい綺麗になるから。で、次がこれ紅柿って読むのかな、紅、うん、の柿。そうだね、昔にあったよね、これ、うん、あったあったあった、紅柿とか熟柿ってなって、うん、そうそうそう、すっごい綺麗じゃない、うん、ね、うん、子様にしたら柿に見えるのかな、そういうわけじゃないね、うん、でも柿ってあの柿だよね、ちゃんと感じのね、うん、すっごい可愛いね、干し柿じゃないからダメか、逆さまにしちゃう、うん、すごい可愛い紅柿です。はい、はい、で次がまたチョコつながりで、チョコグレイス、すごいね、これもね、ウォーターマークが出てきます。チョコグレイスも育てるとね、でそんなにこれも巨大化しません、ゆっくりゆっくり成長します、うん、でダークチョコレートよりも粉が吹いてない、うん、だからチョコつながりで両方揃えても可愛いよね、うん、チョコグレイスです。で次がこれ、紅葉、うん、でいいの？そうじゃない、紅葉だよね、紅葉ね、え、紅葉じゃないでしょ。もみじってどうに書くんだっけ、もみじ、ちょっと待って、変換して、じゃあ、ほんと漢字書けないからバカなのがすぐバレちゃう、どこ行っても漢字が分かんない人だからどうに書く、もみじってもこうだよね、うん、だからもみじなのかもしれないなと思って、うん、ね、並べた感じがもみじの葉っぱに似てるなってちょっと思った、うん、もみじってこういう感じだったよなって思って、バカなの丸出しだよね、うん、見てこのマーク、昔これに似た多肉でゼブラっていうのがあったんだよね、それにすごい似てる、なんかさ、水でサビが出ちゃったみたいな模様だな、うんうん、あのマニキュアを水の上にポトンって垂らしてこうマーブル模様にしたような感じ、うんうん、ね、もみじね、もみじ、うん、はい、で次がミスジン、ミスジンかな、ミスジンかな、ミスジンだよね、うん、なんかほら見て、かわいい、ピンクに可愛く、これまだ紅葉してない、こっちは水が抜けてるんで、うん、結構ピンクになってるけど、あの均一してピンクになっていきます。肉が厚くて白く粉を吹いて、ラウリンゼに粒々を混ぜた感じだね、点々を、うん、なんだろう、ラウリンゼと誰だろう、そんなイメージ、ラウイかもしれないしね、うん、肉が厚くて可愛いです。で次はシエロ、うん、シエロ、うん、こんな感じで内巻きです。ちょっと隣のブラックスワンとちょっと似てるんだけど、うん、比べると違う、ね、うん、葉の厚さも違う、うん、ね、ブラックスワンは結構エッジが出るんだけど、うん、シエロの方は爪の感じです、うん、色味はちょっと似てるけどね、うん、ちょっとタイプが違うので、うん、間違わないようにしてください、はい、シエロね、はい、で次が、うん、パピシャ、パピシャ、すごいな、パピコみたいなね、なんか中心がさ、色が変わりそう。これなんか見て、この模様がもう出始めてる、模様が出るタイプのエケベリアなので、うん、成長楽しみに育ててみてください。このまばらに出る感じが、うん、ね、なんともちょっと味があるね、しばしったようなさ、うん、他のもなんとなくもううすら出てきてるもんね、うん、ちょっと楽しみなエケベリアだね、うん、ね、で、これは前からあった白水晶、モーダル、モーダルすっごい可愛くなるんだけど、うん、多分ね、このね、可愛くなった姿をみんな見ないとね、信じられないかもしれないけど、うん、ものすごくモーダル可愛くなります、化けます。多分神さんがインスタ上げてくれてるんだよ、うん、神さんの見てみれば分かると思う、可愛いなっていうのが、ね、で、次が、エッセンス、エッセンスがまたたくさん入荷してるので、うん、人気だもんね、うん、エッセンスね。で、次が、ね、エッセンスね、中心からこの紫の感じわかるかな、うん、こういう風に変わっていきます、すっごく可愛くなります。で、次がこれ、リコール、
かわいい、すごいかわいいんだけどこれ、うん、ちょっと自分でも欲しい。なんかサラヒも混ぜてるよね、うん、すごいかわいいです。なんかちょっとね水が結構抜け、どうしたどうしたどうした、倒れてたから、ありがとうね、うん、すごいかわいいです。もうかわいいしかこれ言いようがない、綺麗、うん、すごく。そうだ ね水吸ったらどんな感じになるのかちょっと楽しみなんだけど、うん、これ1個自分で買います。はい。はい、で、うん、これちょっと前からあったやつなんだけど、アルビドロップがピンクになってて可愛い。すごい可愛くない、うん、ね、可愛い。アルビドロップまだ多分ネットあると思うんだけど、炙りカルビみたいな、そうだね、炙りカルビって3回言って、炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ、上だ、全然ゆっくりじゃダメ、炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ、いや5回言って、炙りカルビ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 、いいでピンククリスタルね、うん、6センチポットでこんな感じです、はい、すごいしっかりしてるよ、かわいい、さっきのカットする、うん、炙りカルビ、うん、コッカレンで、次コッカレン、すごい、すごい、前もこれあったよね、うん、すっごいかわいいよこれ、うん、ね、竹がこの詰まった感じすっごいかわいいよね、で、うん、内巻きで、うん、すごくかわいいです、これ自分でも持ってるけどすごいかわいいよ、うん、コッカレン綺麗に成長する、うん、あの変に伸びたりしないで、これこの間からこれが気になるんだよね、これでしょ、うん、ね、すっごい綺麗だよね、やららしい感じ、うん、やっとね、ここまで綺麗になったんだよ、うん、すごかったんだよ、ズタボロで。そんな感じかな、はい、今、ブルーミニマをお見せするの忘れちゃったんで、うん、ブルーミニマ、あだよね、合ってるよね、うん、ホワイトかなって今考えちゃった、うん、の2匹もたくさん入ってるので、うん、これも更新させてもらいます、はい、前回より若干一回りぐらいサイズがちっちゃいんだけど、でもそれにしてもすっごいしっかりしてます、うん、2匹もしっかり入ってるし、うん、あの育てやすい種類なので、よかったら試しに育ててみてください、はい、はい、はい、お正月中は、うん、一応4日はライブ配信で、うん、ね、いろいろ楽しめたらなと思ってます。で、年末からお正月に向けて、どんどん24時間ライブ配信大丈夫？いや、嘘、びっくりした、びっくりした。そんなにできるわけないじゃん、やばい、ママ顔が全然違うって、朝パンパンにむくんでるよって言われちゃうよ。うん、ね、なので、はい、お正月、年末年始ちょっと皆さんと楽しめたらなって思ってるので、うん、一応ハウス販売はまだ予定してないんだけど、うん、どうなるか、うん、まだ確定したらお知らせします。はい、で、発送はどの商品ももう5日からになりますので、で、お正月明けは発送がすごくこの渋滞しているので順次発送となるので、少しお待ちください。はい、注文の早い方から順に発送していくようになっているので、はい、お願いします。はい、なので30日はこの苗で皆さんがお迎えできるかなっていう、はい、すっごい綺麗、絶景じゃない、うん、ね、あっちも可愛いんだけど、ちょっと傷んでる苗だったね。うん、そういう感じのね、でも、でもそれでも可愛い、うん、コロンコロンしててね、うん、30日はね、みんなでワイワイ楽しくできて、うん、1年もそう、でも感謝祭よりさ、そんな混み合わないからさ、そう、のんびりできる、結構のんびりと、うん、いろいろお話もしながらね、そう、で、神さんが苗も直売で来てくれます。おお、うん、で、だから神さんにいろいろ聞くチャンスもあるし、うん、神さんの苗も来るってこと、そう、衣装内交換会もあるし、うん、ゆっくりのんびり、うん、いつもの日曜日のトロピカルガーデンみたいな感じで楽しんでもらえたらいいな。そうだね、いつものね、のんびりした感じって、お客様同士ですごい仲良く話してたりとか、うん、その中に入り込んで一緒に話すのがすっごい好きなの、楽しくて、うん、そんな感じの日なので、はい、よかったらのんびり遊びに来てください。はい、はい、そんな感じです。はい、はい、じゃあ大丈夫かな、うん、うん、30日、あ、これは30日ね、うん、の方も30日に更新します、ネットの方も30日に更新します。そこからは毎日毎日すごい更新をしていこうと思っています、はい、予定では、うん、はい、はい、じゃあそんな感じで、うん、はい、じゃあよろしければ、はい、チャンネル登録と、はい、高評価ボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。